ちゃ。こんにちは、ゆたかさん。まあ、オリンピック連日熱いもう戦いが繰り広げられてますけれども、選手たちももちろん熱いんですけれども、解説の皆さんもやっぱりすごい心を込めてこう熱い解説繰り広げてるじゃないですか。いや俺はね、解説を聞くのが好きなのよ。はい、やっぱ解説者だからさ、うんうんうん、勉強になるんだよね、すごく、はい、うん、最初はまあ競技としてしたらソフトボールから始まったんだよ。はい、宇津木さん、はい、愛があるね。ありますよね。ここそうかなとか言って選手交代とかしたらそうかなとかで、やっぱ素直な心が出てるんだよね。そうですよね。でもそれに反して打ったら、うん、ああよかった打ったとか、うん、もうなんか素直に出てるんだよ。そう、なんかそのなんて言うんでしょう、親心じゃないですけど、そうそのまんまなんですよね。だからね、すごく愛を感じるんだよ、うんうん、だからよかった、いい解説だなと思って、はい、でも最後に言ってたのがね、うん、誰かのために、うん、誰かを中心に、そうしないと団体競技っていうのは勝てないんだよねって、うん、一言パッと言った時に、はい、ああこの人ってやっぱソフトボールにかけてきて、うん、団体競技どうやったら勝てるかっていうことをよく勉強された方なんだなっていうのがすごく分かった解説だったよね。よかったですね。だからすごく愛を感じたし、うん、で次に始まったのが柔道ね。はい、穴井さん、うん、鉄格だわ。おお、もう相手のこともよく知ってるし、はい、日本の選手のこともよく知ってる、うん、まあ奥襟とかさ、はい、袖とかさ、いやそこ取っちゃダメだとかさ、そう言ってましたもんね、とか、あそこ綺麗とかさ、はい、だから見ててこう引き込まれるよね、あの解説に。あの入っていけるんですよね。そうなんで取ったはいいけどさ、はい、肘締めろって、うん、ねえ、はい、絞れってだからさ、はい、いやすごく柔道が分かったよ。あのこっちも面白く見られるっていう、そうね、だから絞らないとね、懐に入られる。あ確かにそうかと思って、うんうん、こうやって持つのと、はい、こうやって持つのじゃさ、はい、こうやって持ったらここがスペースがあるから、はい、そこに入られるって言うんだよね、はい、だから絞れって、うん、来るぞとか言って、はい、もう的確だわ。分かりやすかった。いやだからすごい言葉も綺麗だったし、はい、すごい分かりやすかった。うん、柔道で水泳は2冠、はい、金メダル取った時に、400、200で、まあ、大体水泳は絶叫系になるね解説忘れてで最後の本当の50メートルから、ね、5メートルぐらいから絶叫になる、うん、行ったーとか言ってさあれがまたいいね。もうあの実況の方の言葉を遮るかのように、実況いらないからもうね、もうそうなったらね、あそこですよね、うん、あそこいいな、競泳の ああいうのはやっぱ聞いてていいね。そうなんですね。あそこを例えば冷静にしてしまうとやっぱり見てる方もなんかこう冷静に見てしまうんですけど、その解説の方の大声が入ることでこっちまで行けってなりますもんね。いやだから解説やってて勉強になるけど、はい、まあ野球って中立の立場じゃないと見れないじゃない、はい、だからああいうことは言えないなと思いながらも、うん、まあ新井さんの言葉遣いだとか、はい、まあ、宇津木さんの愛だとか、はい、そういうのはすごく勉強になったし、うん、あと勉強になったのは、まあ、勉強っていうか、まあ、野球で言えばね、はい、宮本慎也がやってるけど、はい、あいつ普通の時はさ もうものすごい厳しいこと言うんだよねこんなことやってたらダメだみたいなはい、はい、だけどやっぱ日本に対して愛があるからさ、はい、応援に回っちゃってるから、うん、すごい聞きやすいよね。深夜もっと言えよみたいなそうだそうだみたいな、うん、なんかこう相槌を打ちながら見れるような解説をしてくれてるよね。ですよね。すごくいいよね。面白いですし、坂本選手がフェンチョクだったんですよ、入るかどうかで、うん、で実況の方があの入ったって言っちゃったんですよね、そうそう、ただ冷静に違いますって言ったのが、うん、もうまたバズってしまって、ツイッターでも面白いと、うん、宮本さんの冷静が違いますと。で次今度あれ山田哲人選手が入った時は、うん、もうなんて言うんでしょう、感情をこういけーとは言わない、入ったとは言わないけどよしよしっていう、うん、あの入ったっていう、うん、あの冷静な静かな喜び、あれがまた良かったなっていう風に。あいつキャプテンやってるからね、はい、リードしてても下駄履くまでっていうのがあるから、うん、やっぱ常に冷静さは保つんだよね、はい、だからあいつらしいよね、深夜らしいし、はい、入ってませんって
そう、それはもうアナウンサー舞い上がっちゃってんだ、ボール見失ってんじゃないかと思う。だどこに行ってんだみたいな。そうですよね。ああ、ジェシーヤがボソッと違います。そう言ってます、ね。転職ですって言って。それもまた。そりゃそうだよ。入ってないかったんで。正しく伝えろよっていう。逆にね、それもそれで面白かったんですけど。あとはね、はい、スケボー。スケボー最高ですよ ね、聞いてて笑っちゃうよね、うん、やーべー、すげーマジ熱い、マジ熱い、やったじゃん。誰だっけ、堀米雄斗、堀米雄斗選手、雄斗すげー、雄斗すげー、こんなところでみたいな。そうあれも解説にはなってないんだけどさ、うん、俺らはどの、なんていうの、技がすごいかっていうのは分からないじゃない、うんうん、分からないけど、うん、その専門家が解説してるっていうのは分かってるわけじゃない、はい、だそれをさ、うん、やべー、ここでこれやる、すげーみたいなさ、そういうこと言われると、うん、あ、やっぱすごいんだと思っちゃうよね。そうですね、だあれってやっぱストリートカルチャーなんで、うん、まあ多分やば、今までやべえという解説をした人っていないと思うんですよ、うん、多分言ったらタブーとされる言葉じゃないですか、やばいって。でも逆にあそこ硬い言葉に変えちゃうと、それはそれでスケボーとかストリートの良さが伝わらないんですよね。まあまあそうだよな、うん、あとはね、これは解説じゃないんだけど、はい、まあ実況ね、うん、あの女の子が金メダル取ったじゃん、やっぱり、あの13歳から、はいはい、ね、で最後の種目で、うん、最後の競技で、うん、真夏の大冒険、おい子供扱いかよみたいな思いました。多分ね、それね、よく前の日からどっかで出そうと思ってたと思うんですよ、まあ、これは勝つぞみたいな、真夏の大冒険、子供かいって。まあ子供だけどね。まあそうですね、13歳だしっていうのはあるんでしょうけど、うん、あとね、飛び込み、はい、いいですよジュボッって、はい、あれしぶきが上がるとダメだよ、ね、そう、ちっちゃいのがいいんです。そう、しぶきが上がると解説するんだよ、うん、ああちょっと整体するのが早かったですねとか、はい、いろんなこと言うんだけどさ、うん、ジュボッって入った時は、うん、いやーいいですよーいいですよって、いや何がいいのか教えてくれって、うん、面白いよね、いいですよーっていいですよで、もう世界のトップクラスが飛び込むわけだから、はい、飛び込むだけわけでしょ、はい、そしたらしぶきなんかあんまり上がらないわけよ、はい、ね、ジュパ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 、いいでしょずっといいでしょずっとでも何がいいのか教えてくれる。聞いているとか見てるうちに、あ、いいですよが出てくる瞬間とか分かるようになりません？分かる、あ、これ多分出るだろうなとか、分かる分かる、だからだん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 引き込まれていってるんですよ、うん、だから今年のオリンピックを見ていて、うん、解説の大事さ、はい、どうやって引き込んでいくか、うん、やっぱり勉強になるよね。ですよね。あと団体のあのフルーレ金メダル取った、うん、あの時の解説だったりとか、解説の方ももちろん経験者じゃないですか、うん、オリンピックのメダル取ったりとかの解説も私はすごくなんか良かったです。分かりやすかったりとか、うん、この選手は相手選手よりも背が低いんですけれども、うん、その代わりこう低い姿勢で飛び込んでいけるんでとか、うん、あ、そうなんだ、有利とか不利とかそこ関係ないんだとか、そういうのも的確に教えてくれてくださったんで、うん、面白いなと思って見てましたけどね。解説者がなんかその競技を盛り上げるという、うん、はい、重要なポストにいるんだなっていうね。ですよね、うん、なんかそれをこう改めて感じて、はい、あ、解説の仕事って素敵なんだなっていうふうに思ったしね、はい、だから改めてこれからまた後半戦向けて解説していくときに、うん、やっぱ気をつけなきゃいけないなって、やっぱテンション上がってる方がいいよね。いや、あの、そうです。そこ冷静にいかれちゃうと、ね、見てる方もうってなってしまうし、そうだよな、うん、負けても称えるというかさ、はい、まあ、例えばこうアーチェリー、はい、で韓国を追い詰めたんだよね、うんうん、で最後のタイブレークみたいなのになっちゃったんで、ちょっと専門用語忘れちゃったんだけど、はい、3人が最後1夜ずつやって、はい、それでその総合点でもう勝敗が決まるところまで韓国って世界ナンバーワンだからさ、はい、追い詰めてたんだけど、最後10点と9点だったんだよ、はい、ね、で負けちゃったんだけど、うん、いやー、ここまで追い詰めたこの日本チームは素晴らしいとか言って叩いてたんだよね、うん、で韓国は韓国に対しても、はい、やっぱりここがやっぱ韓国の底力ですねって、うん、これに負けないようにこれからもやっていかなきゃいけないですねって
両方ともリスペクトして称えてあげる、はい、うん、これはやっぱ大事なことだなっていうのは感じたよね。そうですよね、戦い中はライバルというか戦ってますけど、そこ一歩降りたら、うん、もうそこはお互いに本当に称え合うっていう、なんかオリンピックでそういう姿多いですよね。多いな、うん、だからすごくいい解説といい、はい、実況が混じってる、なんかオリンピックだなって、うん、ゆたこさん、後半戦で解説戻られた時にスケートボードみたいな解説したらこれ大変なことになりますね、逆に。今度わかんないよ、まあ、打った時やべえ、すげえ、この球打つ、ボール球打つやるじゃんちょっとそれは副音声で聞いてみたいですけどね。やるじゃん、すげえってまあそれもどっかのフレーズで使いたいと思いますわかりました、はい。